19歳のあゆみちゃんが都市伝説の話を知ってて、神の年齢がおそらく20代半ばから30代前半だと予想したとしても、エミオの事件があって噂になったのは18年前。あゆみちゃんはどこでその情報を得たんだ。神ここ出身じゃねえんじゃねえか。はい、ということで前回からの続きでございます。ファミコン探偵クラブやっていきますよ。前回この警察署に来ていろいろ情報をね、神から聞き出すことはできたんだけど、これといってちょっとピンとくる内容はなかったんだけど、もともとそのエミオの噂っちゅうもんが世の中に出回ってたのっていう疑問を残すような形になりました。ということで問題、一番ね目的であったカマちゃんに会いに行きたいと思いましょう。カマちゃんなら結構情報知ってんじゃないかな。神はまだ下っ端っぽそうだったしな。いいよ、マジで盛り上がってくるぜ。お願いします。一杯だけでいいんで。お茶だ。お茶だ。前回自分で入れてください。そんな本当に好きなだけがね。神原刑事。お姉さんが入れてくれた熱々のお茶飲みたいな。言ってたもんね前回ね。本当に言うんだ、すごいね。そうすればこれからの捜査も全力で頑張れそうなのにな。涙ぐましいみたいなやめろ。探偵くん。もう帰るの？じゃあまたね。引いてるもんな顔が。やっぱり断られてた。神原刑事どんまい。まあこれからも神仲良くしようや。見てたのね今の。まあ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 しゃあないですね。通り道だったんで。ちょっとお聞きしたいことが。まあカマちゃんのことだね。じゃあ向こうで話しましょう。私も戻らなきゃいけないから。もう目の前会議室なんだけど。いるかどうか確認したい。話は聞けた。まあまあそこそこ、うん、情報はとりあえず聞けたっすけど、カマちゃん、すみません、カマだけは、うん、ごめんなさい、打ち合わせが長引いちゃってるみたいなの。カマちゃんに電話番号を渡すとかできないのかな。そうですか、また明日にでも出直した方が良さそうだ。まあまだゴナンは携帯電話を手にしたばっかだから、そこまでもしかしたら浮かばないのかもな。じゃあカミのこと聞こう。いろんな刑事を見てきたけど、あの人は特別ね。変わってるってことだろうね。ああいう大人になっちゃダメよ。いやカミにもいいところあるぜ。あ、気づいたこと、気づいたこと聞いたところでな。少し大人っぽくなったわね。お、もうそうかな。おい。おい、19歳。多感なんだな、まだな、ゴナンは。19歳なのにまだ多感なのか。まだ思春期やってんのか、お前。もう大人になれ。じゃあ行こうか。はい。じゃあ宇津木探偵事務所に帰りましょう。それは僕はこれで失礼します。うん、鎌田警部によろしくお伝えください。はい、気をつけて帰るのよ。また来るね。バカ野郎、俺にあゆみちゃんがいるんだ。ドアホアしっかりしろ。宇津木探偵事務所、ちょっとじゃああゆみちゃんと整理したいね、持ってきた情報を。ただいま戻りました。しかも先生もいるのかな。おかえり。あ、いるね。おかえりなさい。お、あゆみちゃんもいるね。君、今日の調査はどうだった？まあこれといって解決はないっすね。疑問だけ持って帰ってきたって感じっす。僕は警察署に話を聞きに行ってきました、うん、鎌田警部は会議中だったので神原という刑事さんが話してくれました。これは先生も知ってるよね。怒られてた子を見たから。お疲れ様、あゆみちゃん、うん、いやとんでもないっす先生。あ、ってことはあゆみちゃんも今帰ってきたばっかか。佐々木君の家に行って話を聞いてきました。その話聞かせてくれ。佐々木家はごく普通の家庭環境だと感じられました。あら、家族仲もとても良かったみたいです。あれ、ん、俺の予想とちょっと違えな。
いや、てっきり結構家庭内複雑なのかなと思ったんだよ。まあ、ご家庭内で何かしら問題があって家飛び出してっていうのがあったんだけど、そうじゃねえ。はあ？すごく辛い最中なのに、真実を知りたいからといってご家族には協力してもらいました。あ、まあそうね、ご家族話ぶり返されるのも辛いしな。佐々木くんやご家族にトラブルなどはなかったようです。ただ学校でってこと、もしかして。昨夜遅くに帰ってきた佐々木くんはそのまま部屋に閉じこもって出てこなかったようです。学校で何かあったパターンか、これ。今までそんなことなかったみたいで、ご家族も戸惑っていたそうです。恋愛沙汰なのか。多感だからな、中学生は。恋愛、勉学、スポーツ、いろんなことに悩むからな。呼びかけても返事がないので様子を見ることにしたようなんですが、もしかしてその頃にはもう部屋にいなかった。お母さんが玄関付近で物音に気づき見てみると、はあ、受話器を持った学校の制服を着たままの佐々木くんがいたそうなんです。電話で呼び出された。すると佐々木くんは驚いたような顔で受話器を置くと、また自室に閉じこもってしまったということなんです。ああ、どういうこと。佐々木くんは誰かと電話で。そうだよな、様子を見る限りそうみたいよね。もちろん電話の相手はわからないわ。まあ、この時代だからな、履歴とかを見るのもなってことでしょ。でもさ、これさ、電話会社とかでさ聞けないのかな。間もなくして履歴、佐々木くんは出かけたみたいね。ご家族は気がつかなかったみたい。怪しいね。午後8時、その事件が起きた推定時間と1時間ぐらいだからね。その佐々木くん家からその国道沿いのところは1時間で行けるんかい。まず徒歩でね。今日分かったことはここまでです。引き続き調査を進めていきます。もし仮に車での移動で1時間ぐらいって考えたら身内の犯行になるんだよ。電話で呼ばれた？いや違うか。うわ、引っかかるね。一体何があったんだろう。僕は18年前の事件の報じられ方を確認してきたんだ。お、ナイス。ちょっと気になることがあってね。先生、そっちも。実は当時、例の紙袋のことを警察は公開していなかったんだ。なるほど、だからカーミーは知らなかったんだ。なるほど。だから神原刑事は紙袋のことを覚えていなかったんだ。まあそうよな、情報を抑えてそりゃニュースで報道するわな。公開しなかった理由は何だったんでしょうか。ショッキングだからじゃないの。うん、心当たりはあるにはあるが、それについてはカマさんから聞いた方が確実だろう。いや、そう、ふわっとでもいいからさ、先生教えてくんないかな。わかりました。ふわっとでいいから教えてほしいんだよな。警察が事件の詳細を公開しなかったのならば、連続少女殺人事件が都市伝説、エミオのモデルだと単純に結びつけるのには少々無理がありそうだね。そうなの、それ前回そこ引っかかってたの。なんでじゃあその都市伝説は生まれたのかってところ、そこなのよ。でも佐々木くんの事件とエミオはどこかで結びつくと考えるのが自然ですよね。うん、ちょ待てよ、そもそもその連続、いやでも実際に起きてんだもんな。18年前も紙袋かぶせられてるってのは情報を抑えられてただけであって、実際にはかぶせられてたんだもんな。そうだ。今回の事件を解く鍵はこの都市伝説にあると僕は考えている。いや先生、俺もそうなんだよね。一枚噛んでると思うんだよ。もしや先生。いやけどなんか確たる証拠でこれさ結びつけるのむずくね。エミオのことは僕に任せてくれ。実に興味深い話だからね。さあ二人とも、今日分かったことをもとに君たちの推理を聞かせてくれないか。分かりました。始めましょう。オッケー、あゆみちゃん。
じゃあちょっと早速、あ、聞くとかもまだできるのか。君の推理を聞かせてくれ。はい。じゃあ推理しましょうか。遺体で見つかった佐々木くんの頭には笑顔が描かれた紙袋がかぶせられていたが、うん、これと同様の事件は過去にも起きていた。それはまあ18年前の連続少女殺人事件。18年前だ。うん、そうね、その通りだ。18年前の事件は3件の連続殺人事件だった。まあどれも女性がターゲットだった。被害者には共通していることがあった。うん、それは全員がまあ女性、10代の女の子だった。10代の女の子だった。うん、ひどい事件よね。まあ凄惨な事件だわな。18年前の事件の本人は今も捕まっていない。いやここなんだよな。捕まってねえからさ、まあ、容疑者としては上がってくるんだよね。それと紙袋の件は当時から一度も公開されなかった、うん、となるとその事実を知っている可能性がある人物はごく限られてくる。犯人と警察と多分被害者家族。犯人、被害者遺族、当時捜査に当たった警察、うん、遺体を発見して通報した人。そうね、それくらいか。どう、これまでに集めた情報から何か気づいたことはある？だこの噂を流した人が誰なのってとこなんだよ。そうだね、今の段階で言えることは、佐々木くんを殺した犯人は見見当つかない。あの、うわ、何これ。あのうーんにの様子には引っかかるものがある。あのうーんに会えたのはラッキーだった。これまさか2周とか3周して情報を手に入れるゲームか。え、待って待って待って、逆にここの四角の中に自分でワードを入れるってこともあるわけよ。今の段階で言えることは、あの何々の様子には引っかかるものがある。何かしら怪しい反応をしてた人間はいたか。あの P に会えたのはラッキーだった。あの P の様子には引っかかるものがある。なんかあったか。特になんだよな。いやマジでねえぞ情報。いや現状俺これなんだよ。まだ佐々木くん殺した犯人は見当つかないんだよ。実際情報がないから。今までの中にヒントあったか。お、嘘だろ。推理大得意俺が、大得意俺様が気づかないった、どういうことだ。ちょっと考えていい。これは多分1個目のこのカッコに入んの。佐々木くんは誰かと電話で、あの佐々木英介の様子には引っかかるものがある。これだと結構しっくりくるんだよな。家族が電話をしているところを発見し、その発見された会社は慌てて受話器を置いてその場から立ち去った。これは引っかかるんだよな。これじゃねえか。うん、これは佐々木英介。佐々木くんの様子には引っかかるものがある。うん、そうなの。なんとなくだけどね。おい、嘘だろ。それぐらいだね。嘘だろ。ちげえのかよ。おい、おかしなところあっただろ。ちょっと待ってよ。きちんとしていかなくちゃ。ちょっと待ってよ。お互い助け合いましょうね。おい、おかしくない。ふん、そうなんだ。ゆみちゃんが教えてくれたんじゃん、電話のこと。俺は何か間違えたのか。うん、そうだね。これはセーブデータを分ける必要がありそうだ。では明日も手分けして調査を進めよう。
はい、私は佐々木くんが通っていた中学校へ情報収集に行ってみます。俺が行きたかったそれ。まあ、でも引き続き会社の方を調べてもらった方がいいか。はい、頼んだよ。まあ、カマちゃんに聞きに行くんだな、その噂のことについて。くー、まあ、なんで情報操作ってか情報をね制限されてたのかもう気になるしね。二章失踪。おー、じゃあ前日同様警察署にお邪魔させていただきますよ。ふっけいさん遊びに来たよーん。鎌田警部。おう、カモちゃん。お疲れ様です。おう、君か。昨日は来てくれたのに席を外していてすまんかったの。いや、まあ忙しい時ですから。いえ、お忙しいと思いますから。うん。今はお話を伺っても大丈夫ですか？もちろんじゃ。何でも聞いてくれて構わんぞ。あ、ありがてえ。なんじゃし、奥の部屋にでも移動するかの。オッケー、はい、聞かせてくれ話を。カミと話すのは楽しいけど、カマちゃんから聞いた方が確実な情報が得られそうだな。佐々木事件の捜査は、残念ながら新しい情報は入ってきておらん。科捜研に頼んどる紙袋の鑑定も結果待ちなんじゃよ。まあそうっすよね。鑑定結果もすぐ出るもんじゃないっすからね。まあだとしても聞きたいことは山ほどあるんすわ。ないんか。こっからまた多分話してって聞けるところ増やすんだ。古いものだったようだ。コンビニ挟んだのさ。はいはい、よく知っとるな。まだ鑑定結果は出てるな。その古いっつうのがどういうもんなのか気になるんだよな。古紙が使われてんのか物理的に古くなってんのかどっちだ。どれくらい古いものなのかは時期にはっきりするじゃろ。いやそうなんすよカマちゃん、そこなんすよね。その当時使われてたものなのかっていうのが気になるんすよ。今回の山はなかなかの難事件じゃよ。つくづくカマちゃんですらそうなるんか。結構敏腕デカみたいな感じするけどね。まだ分かってないみたいだけど、18年前に情報を伏せた理由を聞いておこう。そうなのよね。遺族が直接言ったとかではなさそうな気がするんだけど、紙袋のことを伏せていたそうですね。うん、公開しなかった理由をご存知だと聞いたのですが。ああ、わしは事件の捜査を担当しておったからの。は？18年前の事件にも関わってたんか、カマちゃん。そうだったんですね。当時、紙袋の情報を公開しなかったのはあまりにも異様な手口だったからじゃ。下手に世間を刺激しすぎて捜査に支障が生じないように曖昧な表現にとどめたんじゃよ。曖昧な表現にとどめた。世間を刺激しないためですか。ちょっと気になるね。そうそう、曖昧な表現ってどういう表現なんだ。生じないよ。そこは聞けねえのか。今回の山はなかなかのな。はあ、特にじゃあ他に聞ける情報は、はあはあ、紙袋をかぶった被害者の写真を見せてもらいましたね。あんなもん見たら真似する奴は絶対に出てくるもんなんじゃ。まあずっと俺が第一章から言ってるけど模倣犯説だよな。そうっすよな。じゃあちょっと一瞬手帳見させていただきますね、カマちゃん。18年前の連続少女殺人事件でも捜査を担当してた。当時紙袋のことを公表しなかった理由は下手に世間を刺激しないため。今の会話だと矛盾点が1個あって、カマちゃんは世間を刺激しないため、その世間の中に犯人が入ってるのであれば間違いないんだけど、模倣犯を出さないためって言えばいいのに。ちょっと考えすぎかな。まあ、ちょっと待って、新しい情報あるからそこら辺を見てきますか。会社の情報。まあ、亡くなる前直前で誰かと電話をしてた。ここも気になるよね。カーミーは、あーあーああ、フケイさんに憧れてる？はてなか。ちょっと考えてみようか一瞬。
話を聞こう。多分これ見るでいいのかな。チェック。名前とか口調とか、どこでも誰かに似てる気がするのか。気のせいだ。何それ。ちょっと待って、名前、え、鎌田清春で会ってんのかなこれ。名前とか喋り方が誰かに似てる、わかんねえ。鎌田、ああ、ちょっとじゃあカマちゃんのこと目の前で呼んでみるか。とはいえ18年前の事件の犯人は結局見つかっていないんですよね。恥ずかしながらその通りじゃ。いや、過去のプロファイルを見せてほしいんだよな。どこまで捜査が進んでたのか、その外車が上がった場所とかでも知りたいんだよな。恥ずかしついでに君にもう少しだけ18年前の事件について話しておきたいことがある。ありがてえ。お願いします。3件の連続殺人事件の発生を許してしまった当時のわしらは捜査から外された。もう一人の犠牲者も出してはならんと。違うか。懸命に捜査を続けたんじゃが、打ち切りされた。もしかしてここでさらなる展開が待っておった。え、ある一人の少年が行方不明になってしまったんじゃ。なんだそれ。ある一人の少年が行方不明になってしまった。それこの事件と関わりがあるから言ってんのか。いや、もし関わりがあるんだとすればさ、ちょっとここ申し訳ない、俺のなんか推理トークになってしまってマジで申し訳ないんだけど、まあいろんな映画とかを見てきてしまってるからさ、変なところで伏線つながってんじゃねえかっていうのを勘ぐっちゃう悪い癖なんだけど、まあ映画でそうっていう映画があるんだけど、そこでは被害者であった男の人がプライドというかポリシーがある殺人の方法ではない状況で事故で怪我してしまったわけよ。ゲーム中にね、ゲームという名の殺人賞があるんだけど、その人は救われて結局その殺人犯に取り入られてしまって、見入られてしまって犯人側に陥ったって話があるのね。なのであれば今回の犯人はその一人の少年、行方不明になった子が模倣として行った説もあるんだよ。考えすぎだね。聞かせてもらおう。行方不明の少年、風情誠、え、その少年の名前じゃ。え、純子さんの18年前弟？クゼ、え、待って、なんでじゃあクゼさんは捜査に入れてるんだ。いや、本来警察とかってその身内が関わってる事件の捜査には確か関われない的な感じじゃなかったっけ。確かに。まあ、でも今回の事件がつながってるかどうかわからないから、まだクゼさんは入れてんのかな。まさか。そのまさかじゃ。ああ、そりゃ厄介になるわな。クゼ君の6歳年上のお兄さんなんじゃよ。当時まだ14歳じゃった。年齢も会社のつながりにあるな。10代の子っつうのが。になったのではと。でもさ、行方不明なんでしょ。わしら警察はそりゃもう落胆しての。なんで。でもさ、もし亡くなってるのであればご遺体が上がってないのがおかしな話なんだよな。その犯人が紙袋をわざわざかぶせてるっていうのを世間に知らしめたいのであれば、死体とか、まあ、遺体はいずれ発見される場所に置くはずなんだよ。幸いにもその後紙袋をかぶせられた奇妙な姿の遺体が新たに見つかることはなかったが、なぜ犯人はそこで打ち止めにしたんだろう。それ以来クゼ誠は行方知れず。
それになんで今まで少女を連続で襲ってきたのに急に男の子を襲ったんだろう。今現在も他の3件の事件と襲った、彼の失踪の関連性は分からずじまいなんじゃよ。まあ別件の可能性もあるからな、大いにあるんだよ。しかし一つだけ不思議なことが、はい、なぜか久世誠の失踪を境に、なんだよ、連続少女殺人事件は鳴りを潜めたんじゃよ。普通って言ったらあれかわかんないんだけど、もし愉快犯なのであれば逆にこういう事件が起きた時ってラッキーなんだよ。そっちの方に捜査が分散されるから、そこでまあつながるのかなって思うよね普通ね。もっともなぜ犯行が途絶えたのか分かってはおらん。まあこれは犯人のみ知ることだからな。新しい情報が結構重いな。重いっつうのはそのつなげづらいんだよ。ああ、行方不明といえば、はあ、当時事件の関係者だと見られていた。お、容疑者がってたの。最初の事件と同時期に行方が分からなくなっておった。おい、バカ大事な情報だ。それ最初に教えてくれや。同時期に。うん。さよ。つまり連続少女殺人事件の周りで。2件の失踪事件があったというわけじゃ。え？別件？いずれも事件とは無関係だとは考えにくい。わしはそう思った。まあその甲府市ってところがちっちゃい町なのであれば無関係だとは確かに考えづらいけど、甲府市どれぐらいのデカさなんだろう。ちょっと行方不明の男、これ聞かせてくれや。行方不明の男について何か情報ありますか？もう容疑者として上がってんだから名前とか年齢とか職業とかそこら辺は割れてんだろ。行方不明の男と連続殺人事件の最初の犠牲者は知り合いだったんじゃよ。連続殺人事件の最初の犠牲者は行方不明の男と知り合い、身内？よく二人で会っとったようじゃぞ。行方不明っつうのも気がかりだよな。治安は最初の犠牲者の遺体が発見されたのと同じ日に失踪したんでしょ。その男のアパートの部屋におびただしい量の血痕が残されているのが発見されてな。その血痕がさ、 DNA とかの鑑定で誰なのか分かってんのかな。それもあって男は最初の事件に巻き込まれて負傷したと考えられておった。容疑者じゃなく被害者として見られてた。同時にその男が犯人であるという線も消えはおらん。じゃがまあそうだな、男は未だ行方知れず、真相は闇の中。いや結構手の込んだことしてんだな。まあ例えば負傷させた人間を運ぶとなると血痕が残るのはもちろんのこと、血液が固まるまで死体を放置して、まあ、例えば髪の毛とかが落ちてたらその DNA とかで場所バレちゃったりとかするから、処理をしてから運び出すっていうことが多分大事になってくると思うんだ。連続少女殺人事件との関係なんぞ何もわからんままなんじゃよ。50%50% じゃない？本当にわからないよね。関わって相当言えば、だって被害者と一応つながりがあったんでしょ。被害者と関わりあるんだったら大いにありそうだけどね、関係は。ここね、むずっわかんねえ。まだ18年前の事件では2人の人物が失踪していた。そうね、その被害者と前日話してたわやつと、久世誠くん当時14歳の男の子が失踪で、その誠くんが失踪した以降
連続少女殺人事件は止まった。一人は部屋に大量の血痕を残したまま姿を消した。連続事件の最初の被害者と親しかったらしい。そしてもう一人はあのクゼ刑事のお兄さん。なんか共通点が結局そのクゼ誠さんは18年前の事件のタイミングで行方不明になったということは、神田警部は幼い頃のクゼ刑事に会ったことがあるのかな。ああ、捜査に関わってたってことはそうなるよな。そうだよな、捜査に関わってるってことは合ってるってことだよな。クゼ君のことは彼女が幼い頃から知っとるんじゃが、うん、わしのことを覚えてるかはわからん。今まで話したことないのかい。しかしまあ立派に成長したもんでな、うん、自他ともに厳しく冷静沈着で優秀な刑事じゃよ彼女は。ほう。ただただクゼ君が少々無理をしとるようにわしには思えての。まあだからこの捜査に入れない方がいいんじゃないって思うけど、でもクゼさんとかもし仮にだけどさ、まあ自分だったらって考えたらそれは無理にでも捜査に関わりたいよ。だって大事な家族が被害者になってるわけだし。常に張り詰めて自分を追い込んどるように見えてならんのじゃよ。だから絶対解決したいんでしょ、自分の大事なお兄ちゃんがさ被害者として。もう悲しいことに遺体すら上がってないんだよ、まあ、今生きてる可能性もあるけど。お兄さんの失踪が何か関係があるのかもしれんが。いやそれでしょう、カマちゃん一番よ。わからん、ただの推測じゃ。まあ本人に聞くわけにはいかねえからな。まあ無粋だからな、そんなん聞くのは。あー、気づいたことある、カマちゃん。びっくりした。じゃあ心臓発作したなと。風邪ひいた。ほこりっぽくてついな。ほこりっぽくてハウスダストアレルギーかなんか。紙袋が使われた連続少女殺人事件。ああなるほどね、過去の情報を開けてたのか。じゃから今必死になって保管庫の奥から資料を掘り起こしておるんじゃよ。そのせいで少々。ああやられたのね、鼻がね。僕なっておるんじゃ。うんうん。アレルギー体質なの思い出したわい。ああ、ハウスダストアレルギーですな。クゼさん呼べる？捜査に出かけとる。処理はほら。あいねえか。聞きたいことあったんだよな、その当時のことについて。覚えてんだったら警察に何聞かれたとか聞きたかったんだよな。いやワンチャンさ。身内っていうか捜査内に犯人いてもおかしくないなって思ったんだよね。いや引っかかるところがいくつかあってさ、まあその情報の捜査ができんのも警察だし、だって知ってんのは警察、被害者の家族、まあご遺族の家族ね、と第一発見者と40年前18年前40歳50、宇津木さんは関わってた、先生関わってたのかな、その事件に。いやでも知らなさそうだったしな。でもかなり情報をこう抑えてる中で抑えてる中で抑えてる中で今回の事件が起きてるってことは、情報知ってる人間の中に犯人がいるんじゃないかなって思ったんだけど。クゼさんに話聞きてー。鎌田警部から話を聞こう。そうね、鎌ちゃんからまず聞くしかねえんだよな。他に気づいたことは？アレルギー体質なの。あ、アレルギー体質ね。クゼ君は佐々木英介の事件の捜査で、うん、早速あちこち飛び回っているようじゃの。まあでもそれは警察としてのお仕事でもあるから別におかしくはない。常に全力で仕事に取り組む頼もしい刑事じゃよ、うん、彼女は。はあ、おー、エースケの事件。佐々木エースケの事件と18年前の事件の犯人は同一人物だと思いますか。俺違うと思うな。
俺違うと思うけどな。そりゃその可能性は否定できん。模倣犯による犯行という線も考慮すべきじゃろ。しかし当時紙袋に関する情報公開を差し控えたことを考えると模倣犯の可能性は低いじゃろうな。それは俺も思うんだけど、思うけど、過去の事件は10代の少女ばかりじゃった。しかし今回の被害者は男の子じゃ。さらにもう一点、18年前の事件との相違点があるんじゃ。なんだかわかるか。もう殺害方法が違うんだけど、使われた紙袋の材質が違うのでは。材質を知らないからな、科捜研に回されてるから。今俺が知ってる情報だと殺害方法が違う。殺害方法が違うのでは。おお、今回の事件の情報をしっかり把握しとるようじゃの。これはカミーとの会話でも聞かれたからね。連続殺人事件は素手による犯行、一方の佐々木英介は紐状のもので首を絞められた、はあ、とはいえ殺害方法というものはその時の状況などで変わるのが普通じゃ。なんかその殺害方法にめちゃめちゃ自分なりにさ、ポリシープライドあるんだったら話変わってくるけどね。犯人の加齢等でも変化するもんじゃから、同一犯ではないという判断には結びつかんのじゃよ。これ俺もずっと思ってた。そう、年齢を重ねてって握力とかそういうので自分の手で命を刈り取るっていうのが難しいから、ロープを使ってせめて似たような、まあ講師、まあ、考察ねしてんのかなとは思ったんだけど、そうなると同一犯の犯人説が浮上していくんだけど、そこまで殺人にさ固執するんだったらもっとやりようあるんじゃないかなって思うんだよ。なるほど、そうなんですね。だから模倣の説が濃厚な気がする。適当なこと言えねえな。今のところ2つの事件の共通点は例の紙袋だけか。例の紙袋プラス遺体が上がってるのはみんな年齢が10代。いや違うか、ちょっと待て。そう、ちょっと待ってな、気になるぜ。俺一件目で起きた事件のさ、犯人ってかその容疑者、行方不明になった容疑者と関わりがあったんだよな。行方不明の男と連続殺人事件の最初の犠牲者、つまり連続殺人事件の周りで2件の失踪事件があった。いずれも事件とは無関係と考えにくい。その行方不明の男についてはこれまた別件の事件だもんな。そうだよな、これとは別に2件の失踪事件があった。いずれも事件とは無関係と考えにくい。その行方不明の男については、行方不明の男と連続殺人事件の最初の犠牲者は知り合いだった、よく二人で会ってた。最初の犠牲者の遺体が発見されたと同じ日にその男のアパートの部屋におびただし、つながり、だから連続少女殺人事件の被害者犠牲者、まあ、10代の女の子とその行方不明の男は知り合いだった、よく二人で会ってた。そして紙袋の家はエミオ、うん、ちょっとむずいな。エミオのことを知っているわ。これ次回ノート用意しようかな。ちょっと書いた方が頭の中で俺まとめやすいな。ノートは多分その人間のね、なんか生い立ちじゃないけどさ、
その人だけについての話しかメモしてくれてないから。エミオという都市伝説をご存知でしょうか。エミオ知らねえのか。知らあーそっか知らないんだ。俺知らないってなるとあゆみちゃん誰から聞いたのよ。微笑みの笑みに男と書いてエミオなんですが、泣いている女の子の前に現れ永遠の笑顔をあげると言って声をかけた相手を殺してしまうんだそうです。殺された被害者はエミオと同じ紙袋をかぶせられたまま置き去りにされるとか。だから18年前と今回の事件とまんま同じの話なんだけど、そんな都市伝説があるんか。なんでカマちゃんが知らないんだ。だって18年前の捜査にも深く関わってて、甲府市がどれくらいの町なんだ。狭いところとか田舎だったらすぐ噂は広がるんだけどさ。いかにも18年前の事件が元になったような噂じゃの。うん。でも紙袋のことは報道規制していたんですよね。そう。だからこの噂を広げられるのは結構身近な人なんだよ。さよう。警察としてはそういった無責任な話が広がるのは勘弁じゃ。しかし第一発見者から噂が広がった可能性もある。笑顔が描かれた紙袋という共通点がある以上。第一発見者誰。どこかで繋がっとるかもしれん。第一発見者誰。あるいはこの都市伝説を模した愉快犯の可能性。こりゃいろいろ厄介な事件になりそうじゃわい。いや当時のさ、いやまずね、いや以降俺が違うって断言できんのは今カマちゃんが言ってたのが、第一発見者から噂が広まった可能性がある。笑顔が描かれた紙袋という共通点がある以上どこかで繋がってるかもしれんので、これ都市伝説を申して誘拐犯の可能性 100% ない。だってあの一番最初に紙袋に書かれてた絵っていうのを規制されてたってことは、多分まんま同じようなものを複製することってできないわけよ。第一発見者だって見て焦るわけじゃん。そんな深くまで覚えられないでしょ。で言葉でさ、こういう風な紙袋の絵だったんだよっつってもまんま同じものを複製することはできないと思う。だから都市伝説が広まってそれを模した愉快犯でって可能性は薄いと思う俺。紙袋の顔にその差異が出ると思う。でも今回は18年前の事件とまんま一緒じゃって、18年前の捜査をしてるカマちゃんとかが言ってるってことは、ほぼほぼ描かれてる紙袋の絵は一緒ってことでしょ。じゃあ近場のやつしか犯人いねえんだよ。もしくは行方不明になってる二人のどっちか。おっと、もうこんな時間か。そろそろ捜査に戻らんとな。いや噂が広まって愉快犯の説はちょっと薄い気がするけど。失礼しようかな。あ、そうだ、昨日はあまり遺体発見現場の確認でなかったし、そっちに行ってみよう。遺体発見現場も片付けられてんじゃない。聞きそびれたこと。いつまで鼻垂らしてんのおじいちゃん。教えよ。鼻水が垂れている。教えてあげようよ。呼ぶ。あの、かまど。なんじゃ。鼻水が。もっとすまんすまん。ちょっと待ってくれ。優しさですよ、これも。恥ずかしいところを見せてしまったわい。いや、人間ですから。他に特には何もないよな。そろそろおいとましようと思うんですが、うん、他に話していただけることってあるでしょうか。そうじゃの。まだあるかい、かまちゃん、うん、そういえば、お、昨日はわしの代わりに神原くんが対応したんじゃろ。ああ、そう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 、神が対応してくれたんですよ。普
久世君はいつも以上に今回の事件の捜査に力が入っとるようじゃから、ほう、彼女の相棒の神原君は大変じゃろうの。いやでも楽しんでたっすよ。神は神のことも聞けんのか。勝った男じゃよ。そそっかしくてチャラチャラしとる。いやでも気のいいやつだと思いましたよ。あ、あはあ、つぼし。しかしああ見えて神原くんはなかなか優秀な刑事なんじゃぞ。頭も切れるし勘も良い。ただし、はあ、射撃の腕は最悪じゃが。何の情報だこれ。撃つ時あるんかな。そうかいそうかい。神原刑事の意外な素顔を知った。あの時神は何かに気づいた表情してたけど、本当は何かに気づいてたけど、俺らには何も言わなかった。俺だっつか俺には何も言わなかった。図星だったじゃろ神原。神のことについては君も見たじゃろうが、やつはしょっちゅうクゼ君に怒られたる、うん、そうね。そうでしたね。昨日はここでも怒られてました。じゃが正反対な者同士に見えて、あれでなかなかの名コンビなんじゃぞ。デコボココンビってやつですか。神原君は先輩のクゼ君を心から慕っとる、はあ、いつも張り詰めとるクゼ君はその神原君に随分救われとるようじゃよ。メンタルケア大事だからね。神原君とコンビになって周囲への当たりがソフトになったんじゃぞ。クゼ君は、ほう、神原君のお手柄じゃの。遠くにもう聞くことねえのか。はたまた手帳を見ねえといけねえっつうことか。自他ともに厳しく冷静沈着で優秀な刑事、ただ常に張り詰めてる自分を追い込んでるようにも見える。これは鎌田団だね。鎌田さんが言ってたこと、まあ、18年前に失踪した誠という兄がいた。神原とコンビを組んでいる。18年前に2件の失踪事件があったことを教えてくれた。一人はクゼ誠、もう一人は連続少女殺人事件の最初の被害者と親しかった男とのこと。まあここはでも言ってること特に違和感はねえな。あ、すまね。射撃の腕は最悪。ああ、ここにペン引いてんだ。ちょっと待って、後になんかありそう。まあでも都市伝説知らなかったっていうのがちょっと気になるところではあるよな今現在。はい、クゼ誠現在年齢で考えると32歳ってことね。クゼ純子の兄、18年前に失踪して以来行方不明。誠の失踪は連続少女殺人事件と同時期に発生した。誠の失踪以降新たな被害者は出ていない。失踪と事件に関連があるかは不明ってことを考えると、ワンちゃん誠が犯人だった説もある。行方不明になったことをさらに事件がなくなったってことを考えると、まあそこはあんま考えたくねえけどな。そんな風には犯人がね、行方をくらまっちまえばか、犯人がさらわれちまえば事件つのは起きねえからな。18年前の連続少女殺人事件の際に行方不明となった男、連続少女殺人事件の最初の被害者と知り合いだった。ああ、まあこれはカマちゃんが言った通りだね。連続少女殺人事件の最初の被害者の遺体が発見された同日、自宅アパートにおびただしい量の血痕を残して姿を消した。でこの血痕はこの行方不明の男本人の血だっていうことをカマちゃんは語ってたよね。うん、まあもう正反対だからこそ会うっていうこともあるのかな。まあよくあるがちなことですな。じゃあちょっと一旦セーブをしましょうか。じゃあ移動しますか。一旦この情報をまとめたいところではあるんだけど、事件現場に足運んでみよう。また何かあればいつでも寄ってくれ。おい、はい、ありがとうございます。あざした。君は今いくつなんじゃ。19歳だけど。え、僕ですか。19ですけど。はい、ということは連続少女殺人事件については
よく知らんというわけか。そうなんすよね、1歳ですからね、はい、当時なので今情報を集めているところです。初めて触れるからこそ気づけることもあるはずじゃ。まあ固定概念がないからね。その新たな視点で調査に取り組んでほしい。了解。君のような新しい存在が事件解決の鍵になると思っておるんじゃよ。ありがたい、なんかちょっと勇気っていうかやる気出るね。頑張ります。はい、頑張ります。頼りにしとるぞ。はい、まあ、警察が今からはこんなに探偵になんかね言うのも珍しい。今から先生のことかなり慕ってんのかな。立ち入っても構わないでしょうか。そう、許可欲しいね。それはならん。なんで？嘘じゃよ。あ？なんだ問題はない。なんやね。特別じゃ。なんで頑張れ言うとったさあ後になんで冗談を言うん。ありがとうございます。腹立つわ。封鎖の跡が残っとるやもしれんが奥まで入ってくれて構わん。おざす。ただし。はいはい。クゼ君には内緒じゃぞ。あ、了解しました。ありがてぃ。遺体発見現場。んー、そうね、ここでも調べたいことは山ほどあるんだよ。その道沿いで倒れてたのか、それとも森の中で倒れてたのか、そこも気になるところなんだよね。よし、入ってみよう。入ろう入ろう。ポンプ場。はあ、入り口は1個だけなのかな。ポンプ場だ。遺体はここで発見された。朝早くに通りかかった人が異様な姿で横たわる佐々木くんを見て通報してきたそうだけど。ってことは目立った場所に倒れたってことか。だろうな、きっと。そりゃあな。発見者はなぜここを通りかかったんだろう。うん、俺もそれ思ってて、その一般って言われてる人がそのポンプ関連の人とか、まあ業者ねとか、ここの管理人だったら分かるんだよ。人の気配はない。よし、まずは人の気配の察知だ。じゃあ聞こう。聞く相手がいない。いや、周りの音とかだよ。人がいるかどうかっていうのをね、一旦考えようか。たまたま通りかかるような場所なのだろうか。そんなことはないね。だって立ち入り禁止やら何やらね、書いてあるとこだぜ。まずは注意書き。注意書きが貼られている。警察のものと水道局のものがあるのか。うん。これは？佐々木くんの遺体はこのフェンスの前に。はあ、なるほど。あ、じゃあ結構奥の方じゃねえか。奇妙な紙袋をかぶせられた姿で。ここが犯行現場なのかすらまだわかんねえからな。犯行は場所、別の場所で行われてここに投げ捨てられた可能性もあるからね。これは鍵は調べられないと。茂みに変わったところはないようだ。ほう。つけられていたり倒れていたりするところも見当たらない。うわー、ないのか、ないのか。うわ、くっそ。いや、ちょっとさ、獣道とかになってたりとかしたら話変わってくるなと思ったんだけど。妙に興味がそそられてしまう。あ、わかるよ。裏に回ってみよう。お、いいの？まだ調べたいところあったのに。あたり見渡したかったのに。だからポンプ場を見ても何もわからなかったけど、この施設は反対側からも出入りできるんだな。裏道に抜けられるようになっていたぞ。犯人はここから出るところを誰からも見られてない。国道沿いだから誰かが見ててもおかしくないけど、まあ、犯人サイドからするとまあ見られたくはないから、ここで犯行をした後に、もし仮にね、ここが犯行現場だとしたら、ここで犯行を行った後にポンプの裏の方から出たってことが考えられるな。ここで行き止まりじゃないんだな。だったら通報者は近道しようとしてここを通りかかったのかな。え、どういうこと。他には特に気になるところはないな。それにしても
ちょっとタイム。裏からポンプ場を見ても何も分からなかったけど、この施設は反対側からも出入りできる。裏道に抜けられるようになっていた。ここで行き止まりじゃないんだな。だったら通報者は近道しようとして、あーなるほどね。ってことは現状第一発見者はここの管理者とかその水道局員の人じゃなさそうってところで話を進めてるってことだよね。まあ家に帰ろうとして近道しようとしてここ通って発見した的な。不気味な物陰からエミオがこちらの様子を見ている。そんな気がする。まあ犯人は犯行現場になんとやらってありますからね。よく一体何者がここで佐々木英介君を、確かに第一発見者の人がなんでここ通ったのかっていう理由聞きてえな。そこら辺警察の人は聞いてねえんかな。情報が足んねえマジで。てかそもそもさ、でも立ち入り禁止だったわけでしょ。ここ入り口の方ってどう書いてあったっけ。入り口付近に立ち入り禁止の看板あったっけ。でもさ、入り口のところに鍵がかかってたとかどうかもわかん、うわーどうなんだろう。最初のここに入ってくるまでのフェンスのところ鍵かかってたのかな。ここにはもう手がかりになりそうなものはないみたいだ。バスに乗って駅まで戻ろう。ちょっと待って、バスに乗って駅まで戻ろうってことはここそんなに交通便利じゃなさそうだな。場所、バスに乗って駅まで戻ろう。特に情報はない。近くにバス停がある。じゃあ当時その現場、ここの犯行現場に来たのが、待って、午後8時に電話かかってきたんでしょ。会社のところに午後8時に電話かかってきて、でそこから約1時間後に犯行が行われた。まあ推定時刻だからね、予想推定時刻だから何とも言えないんだけど、1時間の間に行われたってこと。犯行がバス乗ってここまでわざわざ英介くんは来たってことだよね。え、マジで身内犯行説濃厚になってきたな。え、結構、次にバスが来るの。大事大事。え、1時間後？交通不便なところで1時間ちょうどなんだよ。午後8時だとしたらオーバーしてんだよ時間が。参ったな。駅まで歩いた方が早いかもしれないな。よー、探偵くん。お、トミー。ご苦労様です。あ、やっべ。クゼさんもいる。神原刑事、お疲れ様です。ど、なんか新たに気づいたこととかある？まあそのポンプの裏に道があって第一発見者の人が近道で通ったっていう理由なのであれば納得できるんですけど、あともう一個は入り口のところが立ち入り禁止、侵入禁止になってるかどうかっていうのも調べたいんだよな。わからない情報とかあったらぜひご提供を。ぜひ力にはなりたいんですけど、多分どっこいどっこいっすよ。と言ってなく、そうなんすよ。そっか、また何かあったら教えてよ。了解です。したのにいや協力体制大事だからね。ちょっとじゃあなんかカミーにカミーのこと聞く。カミーに聞いてみるか。僕は今から署に戻るところなんだけど。ほうね。ねって何。あ、クゼさんがめっちゃ調べたい的な感じか。捜査の方は順調なんですか。いやなん
かなか進まなくってさ、うん、探偵くんが気にしてくれてるのにね。おう、もちろん何か分かったら探偵くんには何だって教えちゃう。うん？これだからクゼちゃんがいるからだべや。何か新しく気づいたこととかないですか？すごく見られているような。ん？探偵くん。はいはい。あ、はい。髪切った？残念。切ってませんけど。話を変えんのがうまいね。あれ？間違ったか。人が何か気づいたことあるって聞いてくるときは髪を切ったことなって思ってた。ちょっとなんか気づいてんじゃないか。なんか話をそらしてるようにも見える。神原刑事の車だ。警察車。うん。クゼ刑事だ。まあクゼちゃんなのは分かった。なんだか様子がおかしいような。なんかあった。怒られた。様子がおかしいのはいつもだったりして。ところで今はバス待ち？うん、この路線本数少ないんだよね。はい、時刻表見てびっくりしました。まあなんせ1時間後ですからね、来るの。駅まで歩いた方が早いかなと考えてたところで。まあ徒歩で行けるぐらいの距離にあるんだね、駅が。よせよせ、結構な距離あるし、歩道もないから危ないし。はあ、そうですよね。やっぱここまで来るにはじゃあバスが必須ってことだよな。じゃあ外車のエースケ君もバスに乗ってきたってのが考えられるね。プラスもしくは車で乗せてきてもらったが。クゼちゃんがいるね。うん、わかるよ。クゼさんがいるからでしょ。気づいたことっていうか、僕は探偵くんに気づいてほしいことが。クゼさんがいるからできればってことでしょ。神原刑事は。え、これでまたあれか。クゼさん見ればいいのかな。なるほど。怒られちゃうからね。神、そろそろ行くよ。クゼさん。そんな勇気はない。なんでだよ。これ挨拶する気ぐらいぐらいは大事でしょ。呼ばれちゃった。うん、しょうがないね。僕に声をかけたものが結局困っているようだ。神原刑事、困ってるようだし、これ以上引き止めるのも申し訳ないな。そうね。僕、バスを待つことにします。お気遣いありがとうございました。わかった。じゃあ気をつけて。またな。合ってるよな。乗って欲しかったわけでもないよな。乗せてあげたいんだけどだったからね。さあバス待ってる時間に何しようかなといったところで本日は終わりにしたいと思います。ちょっと次回までに頭の中で整理します。本当にちょっとこのゲーム面白い分難しいかもしれん。選択でさ、枠組みの中に自分で名前を入れるところがあったんだけど、そこで多分分岐とかしそうだからちゃんとまとめなきゃダメっぽい。つうことでこの名探偵江戸会五男がこの事件を解決するために、その捜査プレイヤーである私甲が全力で、捜査に当たりたいと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。じゃあお疲れ様でした。